構内。上下線の間に、工場の貨物取扱いを行っていた頃に、使用されていた抽選の跡が残る。日もた浦駅は、熊本県足北郡足北町大和座小田う958番地に、ある必殺オレンジ鉄道線の駅。駅番号は、OR07。鉄筋コンクリート製駅舎と、相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、NPO 法人。 七浦ステーションが管理する簡易委託の友人駅である。かつて車扱い貨物の取り扱いを行っていたため、ホーム間の間隔は広く空いている。トイレは改札内、外にある。このほか、貨物用ホームが残っており、現在は、保線作業車の留置線として使用されている。友人駅ではあるが、土曜日のみの営業である。旧田浦町の中心駅であり、国鉄時代は、 東海からボン電の裏工場従業員の利用者が多く校内でシャー貨物も取り扱っていたことから終日有人駅であったが貨物取り扱い廃止と大幅乗客減により1985年に一旦無人化されたその後田浦町からの陳情や請願もあり1987年に JR 九州に分割民営化された際に再び終日有人駅に昇格し 2004年に必殺、オレンジ鉄道に経営が移管された後も田浦町の中心駅として利用客も多く、平日のみ毎日8時30分17時まで営業していた。しかし、2005年3月1日に田野浦お立ち三公園駅が開業してからは、利用客がそちらに移り、再び乗降客が激減したため、 2007年10月1日から毎週土曜日のみ窓口営業の友人駅に格下げされた。なお、土曜日のみの営業のため他の友人駅と違って出刷と駅管理のみを行い、改札や終札は行われていない。かつては木造駅舎で駅舎周辺には菊の鉢植えがたくさん飾られていた。 現在の駅舎は1974年に建てられたもので建築当時からの出札窓口と待合室を有する。かつては鉄道省荷物窓口も設置されていたが、こちらは無人化された1985年に閉鎖され、旧田浦町の特産品の展示スペースに改修されている。国鉄時代は1984年まで駅長所在駅で、 工場専用船を持ち、車扱い貨物の取扱いを行っていたため、比較的大きな駅舎が残る。駅長事務室内は、駅業務の他に専用船の貨車入れ替え用の、信号国旗書や作業員詰め書を併設していたため、大部屋であったが、貨物取扱い廃止時と無人化事、日殺オレンジ鉄道への経営管理と、たびたび改装が重ねられたことにより現在は、 出札窓口に小規模の事務室を構えている程度に縮小している。改装された元の駅長事務室跡には2015年4月までは、足北町商工会田浦支所が入居していたが、田浦機関支所への移転した。同年4月以降は赤棒日後田浦店が入居していたが、足北町内への移転のため2020年5月20日をもって営業を終了し、以降は空き店舗となっている。 1984年2月1日のシャーツ海貨物廃止までは、駅西側の東海カーボンデンの裏工場のシャーツ海貨物の取扱いを行っており、上下ホームの間に東工場専用貨物列車用の抽選が存在していたほか、駅構内から工場に向けて数本の専用側線が敷かれ、貨車の入れ替えや原料や製品の貨物輸送が行われていた。 日ご田浦う駅構内と工場との入れ替えは、日本通運田うら営業所が担当しており、専用のスイッチャーと、貨車移動機が使用されていた。工場からはさらに併設の田浦港へも線路が伸びており、貨物船と貨車との荷物の積み替え作業も行われていた。上り線側の安全側線が他の駅よりも長いが、これはこの側線が工場への引き込み線や、 校内側線への貨車入れ替え線として使われていた頃の名残である。また、駅構内の上り方河川柱には抽選が使われていた当時の信号機の設備跡が残っている。専用線廃止後は1986年までに抽選や専用線の線路が全て撤去された。しばらくは線路が撤去されただけで専用線や施設の跡がはっきり残っていたが、 跡地は2004年に JR からオレンジ鉄道に経営移管された頃にすべて整地されて駅と工場の間に平野道路ができてしまい現在は抽選跡と安全側線以外の痕跡はほとんど残っていない東海カーボン電の裏工場の前身である東海電極田浦工場と田浦港は太平洋戦争時代は日本軍の主要な軍事工場や軍事物資の 海上輸送拠点の一つだったため、戦時中だった1945年に実行されたアメリカ軍の熊本大空襲で、駅舎や工場が3回にわたる空襲で大きな被害を受けた駅の一つである。この時の空襲の映像が現存しており、2013年12月に大分県宇佐市の市民団体、豊かの国宇佐市塾により初めて一般公開された。この映像では、 比較的大きな駅構内の様子や、木造平屋建ての駅舎、工場内専用線や側線に留置された貨車や、港に係留された輸送線などが確認できる。県道田浦港線が駅前を通り必殺、オレンジ鉄道線と並行する。その少し東側を国道3号が並行する。開業時の地名が由来。田浦は、広い田んぼのある港を意味する地名であり、古くは、 田の浦や田の浦と読まれていた。開業当時、すでに横須賀線に田浦駅が設けられていたため、当駅は熊本県の旧国名、日後関して日後田浦駅となった。ありがとうございます。